結局力攻めとなってしまったか。私もまだまだ甘い。知っていますよ、官兵衛殿。あなたは最後まで戦争回避の道を模索していた。北条家当主宇治直から名刀日光一文字をもらえるまでの信頼関係を築いたのでしょう。宇治直が主戦派を説得する時間がもう少しあれば無血解除はなったと思います。慰めは無用、軍師は結果が全てだ。あなたは頭が良く、すぐに行動を起こせる。だから後悔することも多い。でもその即断即決によって救われてきた命もある。あまりご自分を責めないよう。責めてなどおらぬ。私の頭の中はもう北条のことしかない。一夜城の出現により北条の士気は低下している。心を責めるが最善と思うが、いかがか。さすが、切り替えが早いですね。私は今から策を練ります。まだ頭の中は事前に用意していた官兵衛殿に対する慰めの言葉でいっぱいなので。平和的にでなく力攻めでしか北条を屈せなかった。高兼、この結果は秀吉様の世に影を落とすことに。我ら二人の頑張りどころですかね。天の字を突き抜けさせてはなりません。ああ、高兼、官兵衛は四国九州の戦で多大な功を挙げた。秀吉の天下統一事業はいよいよ大詰めを迎える。奥州の覇者伊達政宗も秀吉の傘下に入り、豊臣に反抗する勢力は関東の北条家のみとなった。天正18年、秀吉は北条討伐を決意。北条の本拠小田原城を包囲する。包囲軍には高兼、官兵衛の姿もあった。彼らは最後まで無血開城の道を模索していた。だが秀吉は北条が降伏しないと見るや総攻撃を指示。物量に勝る豊臣軍は瞬く間に二の丸まで攻め込んだ。高兼、官兵衛はそれでも犠牲の少ない勝利を目指す。乱世最後の戦でも彼らのやり方は変わらなかった。賢人の勝利、小田原征伐。一生はその生見届けよう。二の丸まで攻め込んだが、こっからが本番じゃ。みんな気抜くなよ。小田原城は難攻不落だ。その意味、てめえらの身に教えてやら。デモン！あっちゃー！我が軍を分断するとはやりようの。急いで孤立した味方を救い出すんじゃ。高兼との連携が断たれたか。至急策を講じねばなるまい。官兵衛殿のことです。対応策はすでに頭にあるでしょう。ここまではうまくいきましたね。開門！
助かったぞ。三の丸の敵を討ち、城の包囲を崩してやる。任を取る。出るべき時ではない。敵の心を折り降伏させるのか。敵が劣勢の時に内通者を出させればいい。官兵衛殿もそう考えているはず。まずはこの戦況を変えなくてはなりませんね。敵将を討ち取ったり。ここまではうまくいきましたね。私は引くわ。親方様、姫様、ごめんなさい。敵将、撃ち取りました。ここまではうまくいきました。こちらは平静を取り戻しました。外の味方と合流できれば良いのですが。三の丸が劣勢か。ご爪を出せ。小田原の方へ無理くり解いてやろう。黒田官兵衛、末恐ろしい男じゃな。包囲されてなお内外から攻めてきよるか。北条の底力、敵ながらあっぱれじゃ。みんな、敵の分断作戦をよう跳ねのけだ。ここらで一息寝よう。前落ち着く日の夜に豊臣の後継者を殺し、よい殺し。とて感化できぬ。混沌を引き込んでやる。時間の問題ですね。ウーマを撃ち、捨て車の火を止めましょう。敵将、撃ち取りました。猿の天下、所詮座教。小太郎が駆け回している今が抗議だ。
ウドミの本陣を重ね。北条も粘るぜ。秀作と本陣を同時に狙ってきやがった。テルモテなりに頑張りましたね。勇み足については後でゆっくりと。みんなよう耐えた。こっから反撃じゃ。まずは宝禄で本丸を攻撃するで。開門。今だ。全軍天守に突撃せ。ここは通さぬ。北条の結束は永遠に不滅だ。戦況は変わった。そろそろあの策を実行しようと思うな。相変わらず果断即決ですね。まずは互いの無事を喜んでもよいので。北条の魂まだ尽きぬ。本丸へは誰も通さぬぞ。敗勢は濃厚だくせにまだ抵抗するか。北条はまことすごいわ。秀吉様、あの車には内通者がおります。奴らに門を開かせましょう。よし、東からも本丸へ進め。門を無血で開け、敵の戦意も下げましたか。さすがの官兵衛殿、いい仕掛け時です。北条のお殿様を守るんだ。猿の軍を関東から追い出せ。開門。次の一手に繋げなければ。敵将討ち取ったり。どうか無理はしないで。お敗門。ついにここまで来たか。俺と一緒に乱世を葬ってみやがれ。敵将討ち取ったり。天下平定、ここに相なった。皆の者大義。これで太平の世はなった。兵もようやく読書三昧の日々を過ごせるな。ええ、ですが輝元がちょっと心配です。隠居する前に釘を刺しておきましょう。ここに豊臣秀吉のもと天下は統一され、乱世は終わりを迎えた。ですがこの太平も10年というところでしょう。やがて天下を二分するような大戦が起きます。
ですが、毛利家は決して関わってはなりませんよ。慶長2年、小早川高影は病に倒れた。高影がいれば、この天下分け目の戦いは避けられたろうに。最後の助言、あれは的確だったね。ま、助言は守られそうにないけど。大丈夫です。これで日の元に賢人はいなくなった。おりますよ、あなたが。軍師官兵衛殿。